キャンディットとベックスはフランス出身のフリースキーヤー。2007年まではハーフパイプスロープスタイルビッグエアで大会に出場。怪我の影響をもあり、それ以降はフリーライドのスキーヤーとして世界中のスキーヤーから注目と人気を集めている。フリースタイルスキーとフリーライドという2つのスタイルの大きな溝をつなぐ大きな架け橋となった最初のスキーヤー。現在は スキームービーを数多く配信しており、そのスタイルは雪のないゲレンデを滑走したりとオリジナリティに溢れている。使用しているスキー板のブランドはファクション。フランスのローヌーアルプ地域圏県アヌシー出身。ラクルサで育つ。最初にスキーをしたのは2歳。4歳の時に自宅の裏に小さなジャンプ台を作り遊び始める。5歳の時に地元のスキークラブで モーグルの練習を始める。14歳でフランスのモーグル競技ジュニアチャンピオンになる。1997年にオーストリアのスポーツブランドクイックシルバーがキャンディットのスポンサーになる。1998年に初めてハーフパイプの大会に出場する。1999年にアメリカ合衆国コロラド州で開催した X ゲームズビッグエア種目に 初めて出場し4位。背中、膝の怪我の影響もあり、2007から2008年シーズンをもって競技としてのスキーヤーからフリーライドのスキーヤーへと転身する。2008、2009年は怪我の治療のためリハビリ期間に充てる。2010年よりフリーライドの大会に出場し始める。ありがとうございます。